んちは日本改革党靴沢です。岩田様、お手紙も大和様、お手紙も圭一様、たけし様、144ミリ砲様、今日から弥生たまらんちん会長様、毘沙門天様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。大谷翔平結婚発表、世界トレンド1位になってました。すげえな。相手は日本人女性、去年婚約し現在結婚済みである。クリスマス結婚説って、クリスマスに婚姻届出したんじゃないかみたいな説が、まあ真偽不明ですけどね。奥さんのこともさることながら、私遺伝子学的な観点から赤ちゃんにも興味ありますね。スーパー遺伝子なのは間違いないでしょうから、スーパー赤ちゃんが噂によるとアスリート運動選手らしいんでね。ツイッター大谷の嫁になって言ってみたいこと、これがですね、リツイート2万ぐらい言ってて、旦那今犬の散歩に行ってるで、大谷の嫁になって行ってみたいわーって、うちの旦那寝てばっかなんか10時間は必ず寝るみたいですね。今日旦那いるけどいいこれも行ってみたいっていうですね、なんていうのがありました。 NHK ネット同時配信事業を必須業務とする放送法改正案が閣議決定されてしまいました。まあ滞りなくそうなるんだろうな。スマホなどで番組視聴したユーザーに課金できる、金取れる、すでに受信契約している人は無料である、テレビで受信料払ってる人はスマホで見てるからって金取らない、スマホを持っているだけでは今は課金しないという内容が漏れてきておりますけれども、なんか怪しいなーって感じであります。必死でね、有識者会議とか使って経営委員会議事録ではもうすでにね、必須業務、ネット配信は NHK の業務である、というようなですね、前提で進められておりました世論です。受信料下げるときは何年もかけて、金取るときだけはすぐ決まるな。勝手に見れるようにさして金取んね。NHK をわざわざスマホで見るか？見たか見ないかどうやって判断すんの？数年後しれっと持ってるだけで課金ってなる。これなりそう。なりそうです。受信料は番組視聴料じゃなくて NHK、尊い我々 NHK が存続されるための負担金ですから、なんか、ほざいてましたんで、持ってるだけでなっちゃいそうなんですよね。そんだったら、税金でやるよ。税金にして、全員公務員にして、年収1800万みたいな、ふざけたのやめろ。言ってんですけど、全然聞く耳持ちませんね。NHK 自体がいらないんだがと。2月13日、NHK 経営委員会議事録、総務省有識者会議、ネットへ広がる情報空間の中で NHK には日本の放送全体の編成のやろ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 、長いんで要約しますけれども、NHK は国民からネット配信を求められている。いきなり間違ってんだけど、何言ってんだって話。ネット配信する重い責任を NHK が負う以上、金取れる必須業務と定義すべき。必須業務として、金取るべきって有識者会議は言っております。国民は求めてないんで、そんなの全然 NHK のネット配信なんか全然求めてないんで、最初の前提から大嘘なんですけども、さすがね、大事な天下り先をですね、NHK 守りたい総務省が集めたメンバーによるですね、会議だなぁ。課金について、NHK の言い草なんですけれども、ベレ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 って書いてありますけれども、要約すると、テレビ設置と同等の行為を行ったものから金を取る。そんなのどうやって知るんだろうな。テレビの場合ですね、NHK が裁判で買っているのはですね、邪魔表示、契約を促す邪魔表示を消すために NHK に連絡して、表示消させたくせに契約してくれない人を訴えて勝ってました、NHK が。だから邪魔表示を消させるっていう行為は
裁判の証拠になりうるってことですね。スマホの場合はどうやんのかな、スマホを持ってるだけじゃ取りません、スマホで NHK の番組を見たという人をどうやって見つけ出すんだよね、これからじっくり考えるってことなんですかね。NHK が持っている特許の関係でですね、 B-CAS を内蔵してないテレビをメーカーは今んところ生産できません、現状スマホ持っただけでは金取れませんけれども、普通の有料チャンネルのようにですね ID とパスワードでログインしてくださいって言い出さない、NHK は決して言い出さない、それだとですねスクランブル放送同様になるじゃん。申し込んで見れない人は、金払えない人は見れない、金払った人は見れる、まあ普通の有料チャンネルみたいなもんなんですけれども、それだとですね売上が半減以下になるで、分かってる NHK がスクランブル放送かたくなにやろうとしません、そういうふうにはしたくないでしょ。スマホでもですねパスワードと ID 発行は嫌なんでしょ。どうせね大した数見込めねえから金取れねえと思ってるんです。今後 NHK はですね何とかしてスマホ持ってるだけで金取ろうとジタバタしますんで、今後も監視をしてまいります。私が NHK に関しては日本で一番詳しいと自負しておりますんで、つどつど情報をお届けしていこうと思っております。昨年の広告費総額は7兆3167億円、22年前々年一昨年から 28% 上昇、すごいな。コロナ上げたから下がんですね。ネット 3.3 兆円 45% を占める。広告全体の 45% を占める、プラス 7% の伸び。テレビ新聞雑誌ラジオ 2.27 兆円 31%、マイナス 3% に割合が減ってしまいました。まあ全体 28% 伸びてから金額的には上がったんでしょうけれども、広告費総額に占める割合としては下がってしまいました。世論です。もう束になってもネットに勝てなくなったな。新聞はそろそろ体力ないとこから終わりそう。中国やロシアから子供手当もらえないんか。むしろそこら辺の金がなくなってきてるのかも。ロシア中国が金欠なのかも。トヨタはアメリカ公聴会のあたりからマジで距離を置いてきている。ブレーキがどうのっつって欠陥なのっつってアメリカで公聴会開かれちゃって、吊るし上げられましたけれども、この頃からですね日本のマスコミから距離を置いてきているという話ですかね。新聞台なら10年前にもう潰れてて不動産で延命していると。朝日新聞やめたらいいのにね。新聞事業ね、新聞事業を赤字垂れ流して不動産事業であれしてんじゃん、補填してやっと黒字化してんじゃん。新聞をやめたら有料な不動産になるって、言われてんのにね。2018年頃でした。ネット広告がですねテレビを抜いて、もう6年前ですね。6年前にネット広告がテレビを抜いた。その後は差が開きっぱなしで、もう追いつけない。テレビ 31% と 45%、 1.5 倍に差ついちゃいましたね。広告全体に占める割合ですけれども、来年あたり一番財務状態が悪いですね。フジテレビが赤字決算&無配当っていうのが見れるかもしれないですね。車や家を買ってくれる若い世代はテレビ見ませんしね。広告一生懸命出してもね。高齢者はすでにいろいろ持ってて買わないしね。車だって気がついたら10年乗ってるわなんていうのだしね。私も父親の形見の軽のワゴンを愛車にしてですね、気がついたら8年ぐらい経ってましたけど、全体でプラス 28% だが、ネットはプラス 7% しか伸びてないのが意外ですね。コロナ明けでポスティングやら、看板やら、ディスプレイ広告、渋谷とか池袋の駅前にあるでっかいね、とか、イベント宣伝、とかが伸びたんですかね。コンパニオン雇って、なんかやるやつ。テレビ、新聞、雑誌、ラジオの広告の大部分がテレビであります。部数減らしてる新聞、雑誌とラジオは、スズメの涙です。この3つは右肩下がりを
続けてんですよ。あの新聞雑誌ラジオは右肩下がり。なんですけど、あのテレビはなんとか横ばいでとどまってんですよね。テレビは特にあの高齢者にはまだまだあの強い影響力誇っているので油断ならないですね。今後も要監視。テレビ見てるとバカになるよ。テレビ捨てましょうよ。テレビなんか嘘つきでろくなもんでないですよ。という、宣伝拡散を今後も続けていきたいと思います。当初月額500円と説明されていた少子化対策財源徴収支援金なんですけど、強制的に徴収される支援金ってなんねえよっていう話ですよね。加藤こども家庭大臣1000円です。こども家庭庁国会提出書類1人当たり月額1250円、年額1万5000円を徴収と。見るたび上がってくけど、試算がね、ずさんすぎて震えますよ。何言っちゃってんだって話なんですけどね。世論です。さらに非婚化少子化が進むだけ。見るたび増えてから最終的には3000円くらいかな。金集める前に少子化対策の具体的な内容を示すのは詐欺だろ。何したって少子化は解消しないって北欧で証明されてるのに、なんでそれ無視すんの。子育て支援のために増税するバカと。少子化なんか解決しなくてもいいんだもん。なんかやってますよっつって金使って、中抜きできればいいんだもん。なんとか協会とかなんとか社団法人とかで、自民党はさ、あとは官僚は天下りだって作れればいいし、とにかく金集めて無駄な事業やれればそれでいいんだもん。自民党とは官僚は、ログでもねえよね本当に。25年は6000億円欲しいです。27年は8000億円、28年は1兆円欲しいです。岸田、成人人口1億人ぐらいだから6000億円集めるには年額6000円か、月額500円ぐらいかなって浅はかでバカな考えでこう言ったんだと思いますけれども、社会保険料は世帯ごとだから1億にも払ってないですよね。専業主婦は払ってないし、専業主婦っていうか扶養に入ってる人は払ってないし、75歳以上からは徴収しない、って言ってんで、その数もっと減りますよね。結局払う人4000万人って試算したんでしょ。で、1250円ずつ年額1万5000円、4000万人から徴収してやっと6000億円だなってことに落ち着いたんですよね。子ども家庭庁の試算でね。26年は8000億円なので年額2万円、徴収されます。あらー。27年は1兆円なので年額2万5000円徴収されちゃいますね。月2000いくらだな。これ全くの増税だよね。全くの増税だよね。強制徴収なんださ。岸田はさ、賃金上がるから負担にはならないとか言ってですね、お前が賃金上げんのかよ。人ごとかってね、賃金上がらないとこはどうすんだろ、負担増だろ。非難合合でしたけれども、岸田はですね、口が軽くて政治家向いてないから、お前はもうやめろ。政治センスねえから。徴収目標金額先に設定して、金集めて何すんだか説明ないんだよね。少子化対策っていうのはですね、効果を見込めるこういう政策にいくらいくら使うんで、これぐらい集めさせてくださいって説明するのが詐欺じゃないの。銀行に提出する事業計画みたいにね。それが筋でしょうよ。まずは金集めますって、おかしなねえの。加藤こども家庭大臣、効果が確実な政策はない。無責任なことを言ってましたよね。なんか言い方は変えてるけど、わかんないって、効果はわかんない。言ってましたよね。先に金集めるのも、先に触るんですけど、肝心の少子化対策は、全くのノープランだった岸田。人口減少を食い止めるために、政策パッケージ政策を指示。これからがやって、これからがやって、腰抜けますね、これね。あぎれて、世論。つまり何も考えてなかったと。お前ら今まで何してたん？余計なことばっかりしそう。将来設計しやすくならないと無理。将来設計しやすくならないと無理。嘘ばかりついてる自民党を誰が信用するの？結局何も思いつかず、外国人を輸入と。ありそうだな。先に集める金額決めといて、やることはこれから決めるんかいって呆れた方は私だけではないはずですね。もし本当に子供増やしたいんだったらですね、男女共同参画事業一切停止、これで10兆円浮くと。子ども家庭庁廃止、これで5兆円浮くと。女性は家庭で輝く、
徹底的にプロパガンダすると、年金基金運用に政府が介入しインサイダーで儲ける、今度はこういう法律できるからこの業界、の株上がるよで政府の情報あったらいくらでもね儲かるはずなんだ。基金なんかね運用してるとこはさ、安楽死合法化、過剰な延命治療を禁止で、国民健康保険料を節約する、実質負担税減らすためにですね、各種減税、消費税含む各種保険料値下げ、年金も値下げ、子供を3人扶養すれば所得税が無税ってなるように扶養控除の額を設定、1人当たり300万、扶養控除で、控除したるわって言ったら、年収1000万ぐらいの人が3人産めば所得ほぼゼロなんじゃん。あとはですね、そこまでいかなくても300万円だっけ ?240 万円だっけ ?240 万円とかになればですね、住民税もなしになりますからね。だから子供を3人産まないと損だ。金持ちはですね、例えば年収3000万ある人だったら、よーし、7、8人産んで無税になっか、みたいな感じに、産まなくてもいいですよ、扶養すれば。子持ち男性を雇用する企業を税優遇、これはちょびひげの党がやってですね成功した事例、障害雇用、終身雇用ですかを実践している企業を税優遇、これは障害設計しやすくするためです。男子の義務教育にホスト学を導入、これは異論がすごく出ると思うんですけれども、女性は全員男の上2割しか見ていない見られていない。男は上2割しか女性に見られていない。で8割は見られていないうっすら見られていないということで、今ホストが女性を騙すっていうか、うっとりさせる、そういうテクニックをですね、男子学生が磨いてですね、上2割でなくても、女性とお付き合いできるような、女性とのお付き合い方を学ぶ。ですね。これですね。これが、いいんじゃないか。異論、非難、合合でそうですけど、女子の方には、やる必要ないな。これはな。男がもちっと、女性のね、ホストに学ぶ女性の扱い方、ということで、上2割しか見られていない現状をですね、なんとかする。なね、大した顔良くねえホストでもやってけてるじゃないですか。やってけてるじゃないですか。というのは、ちょっとピンときまして、これやったらいいんじゃないだろうか。男子学生に女性の扱い方を学ばせたら、ちょっと結婚もっとするようになるんじゃなかろうかなんて思いましてね。今日のその他のニュース、日経平均株価39,990円の記録、史上最高高値更新、4万円の大台に10円足りませんでしたね。惜しかった。株持ってない庶民には全然関係ないですけどね。全然バブル感もないしね。みんみん玉木代表、セキュリティクリアランス制度にハニトラの項目がないけど修正の必要があるのでは。おっと、松下新平の悪口はそこまでだ。玉木に冴えてんな。松下新平参議みたいにすでにハニトラずっぽりの自民議員や官僚が大量にわんさといるんで、わざと入れなかったんですかね。異性との交際関係っていう項目、ハニトラかかってねえかおめえっていう、項目付け加えたらいいと思うよね、いずれ。玉城デニー沖縄知事、台湾を訪問し中国共産党に電話で怒られる民間外交ですからと言い訳。民間っていいけど、お前自腹で行ったのか、それ自分の金で行ったのか、それとも税金で言ったのか。何してもですね、スパイ防止法を早く成立させてくれませんかね。玉城デニーなんて完全完璧な中共産党のスパイですもんね。犬スパイ。朝日新聞社員玉
玉川徹、裏金問題の解決には政権交代しかない、テレ朝番組で、力説と、なんでそういう思考なんだか謎なんですよね。朝鮮儒学、儒教、朱子学っていうのなんですけど、これ全科目なんですよ。全科目1位じゃなければ無価値、もう極端なの。もう黒で投げれば白、白で投げれば無価値みたいな。だからなんつうのかな、女性は美人がいいって、身も蓋もね、それも1位の美人がいいっていうことで、みんな似たような顔になっちゃう。みんな似たような、多様性とか認めねえのが朝鮮儒学の朱子学のですね、特徴なんですけど、玉川徹は多分これだな。前科無科っていう極端思考ね、二極化思想って言うんですけど、立憲は自民党以上に不明瞭な金の流れあったで、野党が言っちゅうけどさ、鳩山由紀夫のあの母ちゃんからの贈与税脱税でしょう、会計責任者が温泉に浮いてたでしょう、菅直人は北朝鮮関係団体に寄付してたでしょう、野田佳彦落選してた時の浪人時代の生活費民団にもらってたって疑惑でしょう、以上ね、ここまで、くしくも三玉、玉川の話題でした。セキュリティクリアランス制度に怯える福島瑞子、改めて動画を公開し反対、国籍が調べられてしまう。これが一番恐れていたこと。諜報機関を作るんじゃないのか。なんか外国のスパイならこう言うだろうなっていうことを全部言っててですね、皆さんを爆笑の渦に叩き込んでおりました。特にですね、いやー国籍と前科調べちゃいやーは笑いますよね。こんなのが未だに国会議員やってんだもんな。スパイ防止法欲しいよな。共同通信調べ、訪日イスラム教徒に一番人気の日本食はラーメン。これ豚肉とかラード入ってないラーメンって数少ないって思うんですけどね。あとラーメン屋さん行ったら餃子とか豚肉入ってんじゃないのかなって思うんですけど、これはですね、ハラルがあるとそれを食べるしかない、あればそれを食べるしかない、ハラルがないそれしか食べるもの、ハラルがないなら神の慈悲により食べていい、ハラルがないならしゃあないよねっていうことで食べていい。なのでですね、イスラム教徒に配慮してハラルを用意することはですね、まあいろんなものを食べてみたい観光客にはむしろ余計なお世話であるという結論になってしまいました。余計なことしてんじゃねえや、これ食うしかねえじゃんって、目の前にうまそうな豚骨ラーメンあんのにさーみたいな、怒られますよね。ただしですね、比較的戒律が厳しいサウジのような国とですね、まあまあ緩いインドネシアみたいな国では若干違いありますね。インドネシアの人らもイスラム教徒なんですけど、日本に行くとですね、被り物取るらしいです。母国で被り物取ると、頭の壁、やつがギャオギャオ言ってくるんだけど、まあ日本では、言ってくるやついねえから、いうことで、インドネシアの観光客の女性、日本に行くと、被り物を被んねえ、らしいですよ。私は、そう聞きました。まあ、厳しいとこで、どこと、緩いとこ、違いがあるっていうことですね。というわけで、メール党員様になってもらって、日本改革とご支援いただけないでしょうか。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録いただけないでしょうか。あとは、チャンネル登録、よかったらよろしくお願いします。というか、毎日見てんだけど、チャンネル登録して願ったな、そういえば、みたいな人も、多数いるって話なんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。